人とようさんは花水木もらいなきなど大ヒット曲もある歌手ですが、その生い立ちはなかなか壮絶と言われています。また現在結婚されていますが、略奪愛略奪婚とも言われていますが、真相は？今回は人とようさんの生い立ちから旦那との略奪愛の真相、そして現在の様子などまとめてご紹介しましょう。人とようさんは1976年9月20日生まれ、中国の台湾省のご出身です。幼稚園卒園後に父親を台湾に残し、母親と姉との3人で日本で生活を始めたということ。父親が台湾人、母親が日本人のハーフですね。父親は金鉱経営で成功しており、台湾の五大財閥に数えられたカオ一族の長男ということで、スーパーお金持ちだったことがわかります。小学2年生の時に父親が癌で死亡し、それ以降母親の姓の人とを名乗っています。高校生の頃に母親も癌で亡くしているということで、なかなか寂しい人生だったのだと推測します。ちなみにお姉さんは人とたえさんといい、女優歯科医師として活動していますよ。あまり似てないかなって思いますけどね。舞台での活動や作家としてデビューもしていたり多彩なのがわかります。姉妹仲も普通に良いのだと思いますけどね。そんな人とようさんは小学校高学年の頃に宮沢賢治さんの詩に触発され、詩を書き始めています。英語入試で慶応義塾大学に入学し、現ゴスペラーズの北山陽一さんと出会い、お前の詩は面白い、ファックスしてくれたらいくらでも曲をつけるから歌えと提案され、以降自分の詩で歌うことになったそうです。その後福祉イベントで歌っているところをスカウトされ、2002年もらい泣きでデビュー、2004年には花水木が大ヒットし、映画コーヒーときみつでは主演女優としてデビューも果たしています。その後も歌手活動を続けていますが、曲としてはヒットはしていないですね。それでも大ヒット曲を持っているので問題はないですし、今でも歌手として活躍していますよ。人とようさんは歌手としても知名度がありますが、プライベートでもいろいろとお騒がせしていて、それで有名っていうのもありますね。旦那さんとの略奪愛というのがありますが、これは真実ではないです。現在の旦那さんは2015年4月に結婚したことを発表していますが、ギタリストの山口周平さんという方ですね。2014年春に仕事で出会い、交際に発展し結婚ということでした。また結婚発表の時には第一子を妊娠していたということで、おめでただったんですよね。そして2015年11月には男の子が誕生、そして2017年7月には第二子の女の子が誕生し、2019年には第三子の女の子が誕生しています。つまり人とようさんは3人の子供のママということですよ。ということで今は幸せそうなのですが、実は過去にやらかしているのが人とようさんですよね。話は遡りますが、2005年に人とようさんは音楽プロデューサーの小林武さんとイベントで知り合い、2007年に不倫交際が発覚しました。この時には小林さんはマイリトルラバーのアッコさんと結婚していて、子供もいたんですよね。つまり不倫ということで略奪愛と言われていました。2008年には小林さんは離婚し、その後人とようさんと小林さんは同棲を開始、公私ともにパートナーとなり、人とようさんは楽曲提供やプロデュースなども受けていました。しかし結婚したい人とようさんに対して、結婚したくない小林さんのすれ違いで2014年に破局したそうです。で、破局したすぐ後に交際し結婚したのが現在の旦那の山口さんなんですよね。小林さんとの不倫の時には歌詞にも相手への思いを込めていたということで、ちょっと怖い感じもします。今が幸せならいいんですけど、今でも人とようさんと聞くと不倫を思い出しちゃうぐらい衝撃的な事件だったということですね。人とようさんの現在ですが、先ほども書いたように3人の子供の母親ということで、育児をメインに生活していると思われます。まだ子供も7歳5歳3歳ぐらいでしょうし、
小さいですから3人の子育ては大変だと思いますよ。メディアへの露出は多くありませんが、シングルなどは発売してますし、歌手活動は続けているというのが現状でしょう。また現在は作詞提供も行っていて、大原櫻子さんなどにも歌詞を提供していますよ。本格的な復帰はまだでしょうが、子育てが落ち着いたら歌手活動をしてほしいですね。ライブやテレビ出演など楽しみにしています。他にも演技力もありますし、舞台や映画、ドラマなどで、女優としての活動もいいんじゃないでしょうか。一番は家庭の幸せですが、落ち着いたら芸能活動してほしいですね。2015年9月、妊娠中の歌手。人と洋画週刊誌で7年間の不倫について告白したことに、衝撃が走っている。このタイミングでわざわざ告白して、いやらしいにも程があります。まるで嫌がらせにも見えますから。二人を知る関係者からはリベンジポルノと大差ないという声も、上がっているんです、音楽関係者。もちろん不倫告白とリベンジポルノでは全く別物であるが、人との不倫相手が音楽プロデューサーの小林武史だったことは周知の事実。小林は女優の松下由紀と長く交際した後、当時自らが所属していたマイリトルラバーのアッコと1999年に結婚。二人の子供を設けたが、05年頃に人とと知り合い、07年に不倫交際が発覚した。妻との関係がおかしくなった小林は、マイリトルラバーを脱退し、その後に離婚。晴れて人とと同棲していたため、略奪愛、と言われてきたが、その関係にも昨年、ついに終止符が打たれていた。人との7年間の不倫は、この周知の事実にぴったり合致するもので、告白記事では交際当時は小林が既婚者だとは知らなかったこと。家庭があることを知っても不倫を続け、結婚、出産の希望もあったが、それはかなわず別れたとしている。小林とアッコの結婚は大きく報じられていたことでもあり、知らなかったというのは疑わしくもあるが、いずれにせよ、そんな過去を今更蒸し返されて迷惑なのは小林だ。というのも、小林は、マイリトルラバーが、デビュー20周年を迎えることでシングル曲を書き下ろし、10月下旬に発売する。さらに11月には、デビューアルバム、エバーグリーンを、再プロデュースした形の新作もリリース。長くアッコのソロプロジェクトとなっていたグループに、再結成に近い形で合流したわけだ。そんな中で、二人の亀裂の原因になった不倫話を、持ち出す人とさんの無神経ぶりにびっくりです。元夫妻が過去の問題を超えてまた仕事をするのは、長い時間、関係者の尽力もあって実現したこと。ムッとしている関係者も多いですよ、前室関係者。人とは2019年4月、ギタリスト山口周平と、妊娠4ヶ月でのできちゃった婚を発表。小林と破局が伝えられたのは2018年10月の話で、あまりの展開の早さに世間を驚かせたが、何の因果か、マイリトルラバーの新作が出る同じ11月に出産予定。幸せの渦中で、わざわざ不倫告白をした理由は何だろうか。いかにも彼女がやりそうなこと、と。前室関係者は人との性格的なものを挙げる。とにかく気が強いし、攻撃的なところがある方ですからね。音楽番組に出ても、偉いプロデューサーや大物ミュージシャンにだけ、挨拶をして、他は一切無視するような人。別れた彼氏が元妻とうまくやっていることに嫉妬して、何か仕返ししてやりたいと思っても不思議じゃない、と。人との強烈なキャラクターは、出演番組のスタッフからも聞かれる。確かに、一階のスタッフたちには目も合わせないところがありますね。曲入りするときも、びっくりするぐらい大勢のスタッフを、ぞろぞろ連れてきて、実際にそんなに必要なくても、人数が少ないだけで機嫌が悪くなるとかで。人とは父親が台湾人で、同国の五大財閥に数えられる資産家一族の出身。それだけにプライドが高いのは当然かもしれないが。それにしても新婚の妊娠中に、ただでさえ恥である過去の不倫について、語るのは常識外の行動で、相手男性への気遣いもない話だ。小林の元妻アッコは2018年、
一般男性と再婚しており、小林との再結成はあくまで仕事上のものだが、そんなことすらも許せない気持ちになってしまうのだろうか。人とは7月にカバーアルバムを発売し、その CD の帯には、口伝家に子供に読み聞かせする絵本のように、ずっとずっと残しておきたいんです、との言葉を記している。不倫の過去も消さずに残したかったのだろうか。最後までご視聴いただき、ありがとうございました。何かございましたらコメントください。よかったら高評価とチャンネル登録もよろしくお願いします。ではまた次回でお会いしましょう。